こんにちは、2割8分です、今回はね、夏納涼企画ということで、お化けを見たことがあるプロ野球選手を紹介していきたいと思います。お化けが実在するか否かに関しましては、ちょっとその議論は脇に置くとしまして、まあね、今回はね、お化けを以前に見たことがあるであったり怪談話のエピソードを持つプロ野球選手を5人紹介していきたいと思います。まずは霊感を投球に役立てる投手、ホークス武田翔太選手です。武田投手といえば、本当ね、高卒で若い頃から先発ローテーションを守って、魔球とも呼ばれる落差の大きいカーブでバッタバッタと三振を取るピッチャーでございます。そんな武田投手ですが、まあ、本人曰く18歳までに4回から5回ほどお化けを目撃したことがあると言っております。武田投手は霊感の強さを投球にも役立てているというお話がありまして、そのバッターと対戦する際、その打者が一巡して2打席目以降の打席の雰囲気で相手の打者が何を狙っているか見えるらしいです。これは本人というよりも、その武田翔太選手のお母さんがこう証言しておりまして、なんかね、やっぱりそのスピリチュアルな感覚っていうのをどうやら投球にも活かしているらしいです。武田投手は高校生の頃にお化けを見ただけでなく、その見たお化けに追いかけられたこともあるっていうエピソードもお持ちですから、霊感がすごい強いんだろうなと思いますので、その霊感の強さを配球に活かしているっていうのはもうさすがですね。続きましては、母親から霊感を受け継いだキャッチャーとしてライオンズの駒月人斗選手を紹介したいと思います。駒月選手といえば、2019年にキャッチャーとして一軍デビューを果たし、初安打も放った期待のキャッチャーでございます。駒月選手も学生の頃、中学生の頃に結構お化けを見ていたと本人も言っております。そしてこの霊感の強さは母親譲りらしくて、駒月選手のお母さんもとても霊感が強かったらしく、まあ、本人曰くこの霊感の強さを引き継いだ、受け継いだらしいです。ちなみに駒月選手はお化けをはじめとするいわゆる怖い系のものは、まあ、苦手らしくて、もうお化け屋敷もダメですし、その漫画の地獄先生ヌーベも無理というぐらいお化けが苦手です。3人目はこちら、球界一の霊感を持った投手、落合英二選手です、ね、落合選手といえばドラゴンズ一筋のリリーフピッチャーで大活躍した名投手でございます。まあ、落合選手の場合はお化けを見たというよりも霊感の強さに関するエピソードがたくさんあります。まあ、なんといってもね、球界一の霊感を持った投手と呼ばれるぐらいですから、霊感にまつわるエピソードが本当多いんですね。当時のドラゴンズの同僚だった大鵬選手や山崎武史選手にバットを差し出して、このバットを使えばホームランを打てますよっていう、まあ、実際にそれでホームランを打つっていう予言をしたり、他にもその1999年のドラゴンズがリーグ優勝を決める球場はどこかっていうことを未来視したり、まあ、他にも引退の後、そのドラゴンズの藤井選手が打席に立った際に、藤井選手が颯爽とベースを回る姿が見えると予言して、でその直後に藤井選手がホームランを打ったり、しかもそれが自身初の満塁ホームランであったりと、まあ、とにかくね、その予言、予測、未来視、霊感にまつわるエピソードが本当に多いんですね。ちなみに先ほど名前が出た山崎武史選手は、落合選手の予言で7本か8本ぐらいホームランが打てたって言ってまして、その初球の変化球を聞くと、なんか本当に落合選手が言った通りの変化球が来るらしかったです。まあ、ただその廊下を歩いてる時に、あ、山崎さん、そこに今幽霊いますよっていう風に何の気なしに怖いことを言うもんだから、まあ、その時はさすがに山崎選手も、もういや勘弁してくれよって困ってたらしいですね。続きましては、実際にお祓いを行ったヤクルト選手寮のお話です。まあ、これはね、ヤクルトスワローズの寮、戸田寮にまつわるエピソードなんですけれども、この寮というのがですね、まあ、これはそのヤクルトに限らずなんですけれども、プロ野球の古い寮には
やっぱりそのお化けにまつわるエピソードっていうのがあって、このヤクルト以外でも日本ハムの寮でもやっぱりそのお化けが出たっていう話は散見されました。ただヤクルトの場合は実際に出ただけじゃなくて、実際にお祓いまで行ってるっていうんだからすごいですよね。まあ、どういうことかというと、ヤクルトの戸田寮は鏡に映る人影とかエレベーターが突然止まるとかっていう怪現象が結構頻繁に起きてたらしくて、まあ、これ球団もさすがにまずいなっていうことで、もう一回お祓いをして、まあ、付き物を取ろうと思ったらしいんですよ。まあ、なのでその大体2010年代初頭ぐらいにその実際にお祓いを行ったらしいんですね。しかしながらその効果があったかというと、まあ、そこはちょっと難しいところで、この当時の山田哲人選手、まあ、そのルーキー時代の山田哲人選手曰く聞いてないってバッサリ言ったらしいので、まあ、正直そのお祓いの効果があったかどうかは不明です。最後はメジャーリーグからお化けのお話です。こちらはですね、お化け退治を決意した MLB 選手たちです。これはセントルイスカージナルスのチームで起きた出来事です。カージナルスの主力右腕カルロス・マルティネス投手が遠征先のホテルでお化けを目撃したという話の動画を自身のインスタグラムに投稿しました。マルティネス投手曰くお化けを目撃したのは自身だけではないらしくて、当時カージナルスに所属していた主力打者のマーセル・オズナ選手も目撃したと言ってます。それでマルティネス投手は、まあね、これこのままじゃ一人じゃ寝られないということで、オズナ選手をはじめとする 4,5 人で一つの部屋に集まり、みんなでここに集まっているんだ、一緒に寝ることにするよ、もし幽霊がまた現れたら全員で戦うんだっていう決意表明をしました。まあ、その後がどうなったかっていうのはちょっと詳しいことが分からなかったんですけど、まあおそらくはお化けは出なかったんだと思います。まあ、なんといってもね、そのね、屈強な男たちが 4,5 人で集まってたら、まあさすがにお化けもビビりますよね。ただですね、このカージナルスの選手が泊まったミルウォーキーのホテル、フィスターホテルっていうんですけれども、こちらのホテルっていうのはもうなんか昔からお化けが出ることで有名らしくて、快速を誇ったカルロス・ゴメス選手や今ロッキーズで活躍するピッチャーのジョン・グレイ投手もお化けの存在を感じたと言ってますので、もしかしたら本当に出たのかもしれません。はい、というわけで今回はプロ野球選手とお化けに関するエピソードを紹介させていただきました。今回はね、その5パターンを紹介しましたけど、結構ね、怪談話多いですね。あの元ロッテの諸角選手であったりとか、あと元広島のあの苫篠選手であったり、もう有名な選手もやっぱお化けの存在を感じたり、あとは急に金縛りにあったりと、まあ、いろんなねエピソードがありますので、まあなんかね、まだね、夏もまだまだ本番ですから、まあ機会があったら第2弾って形で紹介させていただければと思います。それでは今回はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。